はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回はですね、こちらの、ちょっとね、500ピース手に入るパック、久々にね、ちょっと手に入れてみたので、まあ久々に手に入れたっていうか、久々に課金してみたので、ちょっと今回は何に交換するか選んでいってみようかなと思います。で、これに関しては300ピース相当の選手ピース手に入るんだけど、ただね、個別に細かく選べるわけじゃなくて、100ピース単位で、しかも同じ選手にね、200とか300とかっていうことはできないという形なので、まあちょっとね、考えて選ばなきゃいけないかなという感じですね。そして、サポカの方は1枚だけなので、まあ今回のラインナップを見るに、まあ一番新しい生まれる国を間違えただけですに交換するのが一番無難かなと思いまして、なのでこちらはとりあえず、一択ということで、まずは変えちゃおうかな。はい、 OK。で、こちらもですね、まあ、死んでもいいやすねに変えとくのが無難かなと思うので、サポカ、EX サポカに関しては、どちらも、サエを選んでおきましょうという感じですね。はい、ということで、じゃあ一旦この二人は強化しちゃいましょう。で、続けて、選手の方、何を選ぶか、ちょっと考えていきたいかなというところですね。はい、まずは生まれる国を間違えただけです。これが、もともと25ピースあったので、125ピース30ピースで 1凸なので、4回凸が進みますね。4凸できると、守護20だからレベル70までは上がるよということで、65を超えるので新しいトレーニングカードが解放される。 OK。 ほい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 。まあ、固有まではまだ解放できないので、早くね、ちょっと固有解放したいなと思うと、あと2凸しなきゃいけないから、60ピース、55ピースか。結構大変だね。まあ、1枚当たれば月が変わったら、交換所で交換できる分も含めればなんとかなるのかなとは思いますけどね。はい、ということで、まあ、生まれる国を間違えただけです。についてはこんなところ。で、死んでもいいやすねの方も、まあ一応ね、レベルが上げられないんだけど、凸進めておきましょうか。って言っても、まあ、そうか、これ90ピース必要だから、1凸しかできないんだね。はい、OK。で、レベルはどこまで上げられるかというと、46まで上がるか、まあでも半端に上げてもしょうがないので、とりあえず40にしておきましょうか。39と40で何が違うんだ？40の時に常時賢さアップがつくということみたいなので、とりあえず40までは再サポかレベル上げときましょうかね。OK。スペルクも 72% まで上がる。これ無理やりとりあえず46まで上げたところで、スペルクとかがね、72% 変動ないので、初期数値だけが動いたところで意味ないから、まぁ、ちょっとここは、40度目でいいかなという感じですね。はい、じゃあ続いて選手の方なんですが、これね、結構悩ましくて、誰と変えるかなんだけど、例えば、今レベル85まで上がってる、エピナギのナギとかで考えると、8、9、10、3段階。まあ、90ピースあれば貫突という形なので、まあ、ちょっとね、10ピースもったいないんだよね。ナギとかに交換すると。で、10ピースもったいない上に、ナギの場合ね、浴衣ナギっていうのも来てるし、アニバのナギ貫突してるのも考えると、まあ、キックナギはちょっと、また使いどころ違うから、別ではあるんだけど、ちょっとナギに変えるのもったいなさあるのかな、とか思ったりしていて、で、そう考えると85よりは80代の奴らをもう一息で貫突のラインまで押し上げる方がいいのかなと思うと、やっぱりカラスなんだよな。で、カラスが100ピースあれば突間近かと思ってたけど、前回の動画でそんなこと言ってたんだけど、よくよく考えたら、貫突までに必要なピース120で今6ピースしかないから、100ピース交換したところでちょっと寸止めなんだよね。14ピース足らずということで、ちょっと、どうしようか、半端なところになっちゃうっていう。まあでもやっぱり、一人はカラスか、3キャラ交換できるんでね。で、残りを誰にするかなんだけど、ちょっとはみ出しちゃってもいいから、ナギにしておくのか、それとも、
まあおしゃとかニコとか指導とかこの辺の3人のうちの誰かかなというとこですかね。ニコの場合は仮に100ピースあったら 1,2,3 段階、突6までいけるのかな。あ、だから固有が解放できるか、6まで上げられるんだったら。そうだね、スペルくっつくから2個はあり、おしゃの場合はまだ60なので、ん？でも27ピースあるか。27ピースあるってことは、あ、100あったら届くね。あ、おしゃでもいい。おしゃも80にできるのか、やろうと思えば。あ、ちょっと待て。そしたらカラスとおしゃにしとく？もう一体は、指導は今何ピースある？ピース1ピースしかないか。1ピースしかないと、5凸までで75で止められちゃうのか。ちょっと微妙だな。指導自体はね、ちょっと上げたいかなと思ってたところではあるんだけど、キックが結構編成としてね、俺の手持ちだと強いので。いや、まあそういう意味ではエピナギのナギちょっとはみ出しちゃっても100にしとくのも一つなんだよな。まあただ浴衣ナギ、アニバナギあたりと、ちょっと重複するのが悩ましいところ。まあでもとりあえずカラスとオシャは確定でいいか。ちょっとカラスとオシャは交換してもいいかなと、ちょっとチェックして思ったので、まあ貫突までいけないけど、まあ貫突間近までオシャを、ああじゃない、カラスをまずは持っていく。そしてレベル80までオシャ上げときますかという感じで、行きましょう。まあオトヤはね、まだレベル55だからちょっとなってとこなんだよね。あれ、レオ、ちょっと待って、スピレオ、エピナギレオ。エピナギレオってどうだっけ？青、80までいってんのか。あ、80いってて26ピースってことは、125になるから120、あ、貫突できる。しかも割とロスなし。まあ、6ピースだけロスっちゃうけど、あ、レオ貫突させとくのもありか？まあでもスピード型かな。俺あんまり育成環境整ってないからな。しかもレオってなんかやたら出てくるイメージがあるんだよね。ちぎりなぎばりにキャラ数多いから、ちょっとまた貫突させといてもね、使えるかん、周りのねスピードキャラが育ってきて使えそうかなと思った頃には新しいレオが出てきてるとか、そんなパターンありそうだからちょっと悩むけど、ただレオの貫突できるのか、それもちょっと魅力だね。とりあえずカラスちょっと上げられるとこまで上げましょうか。寸止め、背番号と一緒、6から9で寸止め食らうという感じですね。そしてレベルは95。強みはどんどん伸ばしていかへんと。オッケー。で、貫突まであと14ピースですね。なるほど、なるほど。まあまあまあ、カラスここまで来たのはよし。で、おっしゃ2個。いや、ちょっと、エピナギレオもな、ありだね。エピナギレオもありだな。ただね、エピナギ系ってサポカがね、ちょっと中途半端にしか集められなかったので、いまいち進化を発揮しきれない部分もあるんだよな、俺の手持ちだと。そうね、それ思うとやっぱり、おしゃと2個、おしゃ2個、この辺はね、ありな気もするんだよな。80まで上げられるんだったら、まあでもな、貫突近いやつ貫突させていきたいっていう意味では、エピナギの2人確かにね、ちょっと、うわ、悩むね、これ。エピ
なぎの2人もありっちゃありか。おしゃ2個指導。あーだから上からちょっと音屋に関してはまだ俺55だから自分の手持ちの都合なんだけど、音屋以外の上から4人5人上から5人で迷ってるっていう感じかな。うわこれ悩むわ。でカラスに関してはちょっと待って、レアランクマッチメダルカラス今月変えてたっけっていう話、今月カラスは変えて変えてたか変えてたね。なるほど。そうですか。いや100ピースまとめてじゃないといけないのが結構厄介だね。刻んで分けられたらかなりいろんなやつの凸をちょうどよく進められたような気がするんだけど。なるほどね。そうか、どうしようかな。アニバのリンちゃんとかもね、そろ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 上げてみたい気もするんだけど。そうね、生まれる国残り5ピースか。まあ9枚しか変えらんないし、25ピース、うん、ちょっと微妙だな。ここは、別にいじんないでおきましょうか。いやーどうしようかな、あと2体結構悩むね。ちょっともう1回戻って、そうだね、まあ85より前、80この辺だよね、変えるとしたら。え、アニバリンちゃんは5ピースしか持ってないから、貫突させようと思うと120で100交換したとして105だから、あと15ピースか。あと15ピースか。まあカラスと似たような状況なのかな、そうなると。寸止めされちゃうと微妙な気持ちかもしれない。ライチとかは？あ、ライチ21ピースあるってことはさ、これ100ピース交換したら121になるから、あ、ぴったり貫突じゃん。あ、ライチでもいいな。ライチでもいい気がする。あ、ライチでもいいな。ライチ貫突させるか。あ、ライチはあり、ありだね。ちょっとライチ貫突させちゃいましょう。OK。じゃあ、一人はライチだわ。貫突するかしないかはかなりでかいからね。ライチどこだ？あ、いたいた。じゃあライチ変えましょう。オッケー。でこれでライチがレベル100。俺の背中を見とけよザ子供と。で1ピース余ったやつがメモリーボールに変換されましたね。悪くねえ気分だ。オッケー、ライチちょっと久々に育ててみようか。筋トレマシーン、さらに、筋トレマシーンということで一気に強くなるね。しかもいろいろコレクションスキルも、絡みがあるやつがいましたね。ほい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 。オッケー、カラス、ライチと上げていって、ラストどうしよう。いや、エピナギレオはありっちゃありなんだよな、確かに。エピナギレオ、まあでもエピナギはほんとね、サポカのか、あの、サポカさ、リメイクじゃねえや。サポカちょっと、なんて言うんだ、復刻してほしいね。復刻してくんないかな、あの、エピナギのサポカ。この辺さ、簡単に思い描けたしと、これはイベント配布か。お前の才能俺にくれは。じゃなくて、面白い人生。あれこれじゃない。ちょっと待って。面白い人生がね、俺まだ55とかだったんだよな、確か。あ、そう。面白い人生に連れてってやるとかが、ちょっと復刻してくれないと、エピナギ系がね、活かしきれないなと。
エピナギの復刻してくんないかな。ホワイトデーとかジューンブライトよりは可能性ありそうな気がするんだけどね。三笘復刻みたいな感じでエピナギ復刻はあってもいいと思うから、ちょっと期待して待ってみましょうかと思うんだけど、まあそれはそれとしてだよ。あと一人誰にしよう。候補としてはオシャカ2個を80に押し上げる。まあ指導だと75で止まっちゃうのかな。まあでもキック系は結構いいんだけどね。でもしくはエピナギのちょっと溢れちゃうけどナギとレオ、どっちかを上げるということですね。まあキック特化育成よくやるので、まあそういう意味ではね、ナギを貫突させるはありなんだよな。まあただ浴衣ナギも来てるし、アニバナギ貫突もいるし、その辺を考えるとちょっと、まあ、キャラ被っててね、ちょっと育成にバリエーションが増えないみたいなところが難点ではあるという感じですね。いや悩むなこれ。悩むな。いやでもオシャ上げとくは一つありなんだよな。テクニック育成するときに、まあでもクロスバチラカラス、まあ浴衣なぎがいいけど貫突してるからアニバなぎって考えたときに、もう一枠自前でね、自前で60オシャが80オシャになってれば80オシャ採用してとかっていうことはできるからな。まあでもフレンドで100オシャ借りて、いやどうだろうな、ちょっと2個もありなんだよね。日和と2個とか組み合わせてちょっと賢さ育成とかもありだから悩むね。まあでも貫突増やしていきたいよな今回。カラス寸止めなのでライチだけだもんね。せっかくピース大量に手に入ったのにというところではある。ちょっと待って、残鉄とかもさ、まあ、今更残鉄あげるかよっていうところもあるけど、ああ、でも、残鉄は90、まあ、そこまでロスないか。残鉄あげるんだったらでも、エピナギレオあげるか、優先順位としては。悩むねー。エピナギレオ100、エピナギナギ100、もしくは、2個かオシャを80。の、4択か。4択だね。どうしよう。まあ、アニバリンちゃん95寸止めっていうのも全くないわけではないんだけどね。アニバのリンちゃんあと15ピースで貫突の状況に持っていっておくも、可能性としてはありっちゃあり。まあ、ただアニバのリンちゃんもな、なんか、あと15ピースだよとか言って、もうすぐ貫突だねって言って、ライバルギーとかでコツコツ集めてる間に次のリンちゃん来そうだから、それを考えるとちょっとここに突っ込むのもどうかな、みたいなことを思ってしまうんだよな。まあでもその理屈で言ったら当分新キャラ出なそうなやつに突っ込んだ方が良くて、それで言うと、オシャとニコってしばらく出ない気がするんだよね。オシャとニコはしばらく出ない気がするんだよ割と意外とそこが来るんだっていうのが今回のタイミングだったし、まあでも貫突まで持ってけないのがちょっとなっていうとこですね。オシャな、まあでもオシャ80にしとくか。オシャ80にしとくか。いやー悩むぞこれ意外と。でもね、まもう一つね、悩みの種としては、今の育成でやっぱ俺が伸ばせてるのってキック育成だから、キック育成で考えるとね、使ってんだよね、エピナギのナギ。エピナギのナギ使ってるんだよな、よく。
それを考えるとエピナギドナギ上げとくのがいいような気もしてるんだけど、まあ、ただなぁ。いや、エピナギのナギよく使ってるわ。いや、しかしさ、ナギキャラが渋滞してるからさ、ちょっともったいない気もするんだよね。そうねー。で、赤器具でキック取っちゃってるっていうのもあって、今俺が唯一持ってる赤器具が、ブルーロックマンシュート練習のやつだから、まあそういう意味ではね、キックに特化させた方が伸びるは伸びるよなーと思っているので、まあそこまで考慮するんだったら、やっぱりピナギのナギ上げるは一択、一つの選択肢としてありなんだよな。まあ、浴衣なぎ60。いや、悩むな、これ。おしゃ80にするか、エピナギのなぎ100にするかで迷ってる。まあ、貫突優先っていう気持ちもあるけど、なぎは貫突済みの位置はアニバなぎもいるし、そうなんだよな。だからキャラの重複が結構な。まあでもキック育成でさらに上を目指すのであれば、エピナギのナギ100はありなんだよな。まあクロスちぎり、クグツのリンちゃん、エピナギのナギでフレンドで指導借りるみたいな形でキック育成をするっていうことが今一番火力は出る気がする。で、まあもう一枠誰を入れるみたいな話については、まあよく入れてるのは、エピナギのレオが、面白い人生に連れてってやるじゃないな。なんだっけ、簡単に思い描けた詩をサポカでね、レベル70だけど使ってるから、まあそことの、組み合わせのね、なんだっけ、スキルコネクトのトレーニングスキルとかの都合で、レオ入れることが多いよというところなんだけど、いや、迷うね、これ。だから、オシャか、オシャ2個指導、エピナギ2人っていうか、まあ、一応今傾いてるのはナギの方。いやー。悩むなー。まあ、指導もね、75で寸止めになっちゃうから、ちょっと選択肢から多分外れるんだけど、80いけるならありなんだよなーっていう。いや、どうしようかなー。いやー、まあでも、貫突優先なら何かー。うわー。いや、おしゃありだと思うんだよな。おしゃ80に持ってっとくのもありだと思うんだよね。いや、マジで悩む。マジで悩む。どうしよう。ちょっと待って。まあ、育成しないけど、仮に例えば、まあいいや、潔で、トレーニングだなって言わせて、まあ、よくやってる育成はこれプラスフレンド指導なんだよね。キック育成するときは。で、ここの、ナギが100になればでかいよね、という話。で、テクニック育成するときに、テクニック育成もありかなと思っていて、まぁ、ちょっとここのね、キック、ちぎりね、クロスちぎりのところに、レベル80のオシャを突っ込んで、フレンド、あ、違う、カラスが入れられるじゃん。そうだ、カラス95まで来たから、カラスと、あ、だからルナ外すのかな。カラス入れて、オシャ、あ、でもそしたら、オシャはフレンドで借りればいいかみたいな話になるか。カラスが、まあ、今はまだ95ですが、カラス100にしてフレンドでオシャを借りて、テクニック育成するんだったら、これはこれでありか。で、だんだんとね、凸が進んできたら、アニバナギ100を、まあ、浴衣ナギの65とか80とかいった時に段階的に変えていくとかすれば、まあ、テクニック育成としても割と編成はいいっちゃいい。
これも TikTok でやろうとした残骸だな、多分。まあいろいろいじってたんだよね。で、これは多分フレンドやっぱり指導借りてるんだけど、エピナギのサポカは使わないで、エピナギのレオのところに、まあレベル90だけど、バロ入れたりとか、いろいろ試してたやつですね。まあこれを考えると、まあ確かにやっぱりエピナギのナギ100にするのがいいような気もするな。まあただ賢さ育成もやってみたいと思いつつ、浴衣の兄ちゃん来たり、アニバのね、イサギナギがあるからっていうことで、ちょっと賢さ育成もね、ちょっとしてみたいなという意味では、アニバのリンちゃんあげるのもありだし、ここにだから、ニコが80になったら入るんじゃないのかな。うわー悩む、誰あげよう。あれ、ニコもありな気がしてきた。どうしよう。おしゃニコ。おしゃ2個なぎの3択ぐらいまで絞れてきたけど、その3人どうしようかっていう感じなんだよね。おしゃ2個は当分なんか新キャラでおしゃ2個が出ないだろうから上げとくのありな気がするけど、ただ貫突まで持っていけないんだよね、この100だけじゃ。で、なぎの方は貫突まで行くんだけど、すでに上位互換というか、まあ浴衣が来てるっていうのもあるし、エピナギ情報修正とか来るかな。まあ、キックだから差別化はできてると思うんだけど、結局ね、貫突のキャラが重複して増えていくだけだったら、あんまり育成のバリエーションがね、幅が広がらないみたいなところもあるから、そこで言うと、おしゃにこなんだけど、ただ貫突した方が圧倒的に強いから、貫突優先ってことで言うんだったら、まあ、ちょっとエピナギナギにも惹かれてるっていうね、これ迷うよ、ほんと。どうしよう。いやー、まあでもテク育成はちょっとあれか、一応渋滞してるというか、だから2個の方じゃないの、80だったら。おしゃ2個だったら2個じゃないっていう風に気持ちがちょっとずれてきてるところもあるんだけど、まあ貫突優先でなぎ、まあキックが今一番な、力入れてるとこではあるからな。ナギ行くか。ちょっとピースはみ出しちゃう部分ももったいなさはあるんだけど、まあただやっぱ貫突は魅力だよ。ナギ行きましょう。OK。 よし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 。もうやっちゃったからね。ここから今更戻れないよということで、貫突させちゃいましょう。味わったことない新しい感覚だ。 OK。 よし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 、いいぞいいぞ。無駄もなくなってきたね。これで、またね、ちょっとキック育成の点が伸びるんじゃないか。いいね。まあカラス寸止めかな、ちょっともどかしいけど、あと14ピースなので、頑張って集めましょうと。まあ、25ピース未満だから、なんだったらね、ライバルリーでちょっとプロテインバー溶かして集めちゃいたいかなとも思うんだけど、まあでもちょっと遠いな。ちょっと遠いなといったところ。とりあえずそんなもんか、今回は。あとは、ああまあそうね、生まれの国を間違えただけですもん。70まで来たから実戦級になってきたような気がするから、その辺も踏まえて使っていきたいかなというとこだね。こっちは50に持ってきたかったら2850必要だから、あと1200弱ないとダメか。まあ、EX メモリーボールもちょっと貯めたいとこですね。今 EX メモリーボールのガチャ回せる？ 10 連。回せるならちょっと回してみるのもあり。あ、一回回してみよっか。こっちのがいいんだっけ？あ、こっち回せないのか。なるほど。ちょっとこれ一回回してみようか。ちょ、19枚だから2回は回せないんですが、こっからさ、300、EX メモリーボールとかを引き当てられれば、もしかしたらレベル50まで持っていけないかな。何回か100とか200があればと。20、20。
あ、100来た、オッケー。ね、10、10、100、オッケー。お、ちょっと待って。100、おっと、100、あ、ちょっと待って、300、あ、待って、めちゃめちゃ当たりじゃないこれ。100、200、300、400、700、740、50、60、70、80、800、あ、1回で800来た。あ、これめちゃめちゃ稼げたぞ。ちょっと待って。800増えた。まあ、800でもまだ50までは届かないんだけど、うわ、9枚なのがもどかしいな。48まで上がるもんね。850で490、500として350、360か。あと360だ。うわー、あと360でレベル50に行ける。マジか。ちょっとなんか1枚足りないのもどかしいな。これ、でも単発で引くともったいないんだよね。単発で引くともったいないんだけど、ただあと360、いやー厳しいか。9回じゃ9回じゃ360届かないか。まあちょっとお預けだな。ってとこですかね。あれ、これ何、ちょっと待って、あ、日付変わった。なんかガチャ来てた。調子はどう。はい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 。長いこと悩みすぎた。あ、ディスティンラックガチャ。あ、マジか。3回限定ディスティニーロックガチャ来た。あ、ちょっと待って。いろいろ悩みすぎて日付変わっちゃったわ。そうですか。まあでも、ま、ちょっと長くなっちゃうから動画分けるか。あー、まあカラスはカラスで出たらよしとして、まあじゃあちょっと、日付変わったので、単発のね、1日1回のやつだけ引いて、今回終わりにしましょう。いけ。さあ、蹴るのは潔。バロー乱入なし。金玉？もうこれカラス出そうぜ。せっかくだから。ぶち抜かない。あ！本当に来たけど、ちげえよ、ちげえよ！バカ！約束したっしょ、一緒にいるって。なんで貫突させてから来んだよ。マジか。そのうちはいらなかったわ。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。